え皆さんこんばんは中西ゆりです偉人素顔の履歴書アフタートークえ番組収録後に番組の中ではご紹介できなかったエピソードなどを歴史家の各構造先生に YouTube でたっぷりと語っていただくコーナー偉人こぼれ話のお時間ですさあ今回のテーマはこの人物です 村上義清編の見どころなどを放送に先立ってお伝えしながら収録で話しきれなかったエピソードも先生にたっぷりお話しいただければと思います。まああのね収録今日ほやほやということで、でね、はい。まあ村上義清と聞いてこうピンとくるっていう方は相当歴史マニアかなっていう感じですよね。戦、うん、国時代に詳しい人だと思いますね。う,そうですね。でも。 すごく強い武将だということで、うん、ゲームの中なんかでもね、すごく強い人物として描かれていて、うん、結構人気は高い、クロウトウケする武将だという話もありますよね。あうん、まあゲームはあのね、作ったことあってもやったことはないんですけれども、<laughs> あのそれとは別に歴史的なその立場で見たときに、クロウトウケするというか、なかなかあの人物としてもやっぱ素晴らしいと思いますね。うん、<laughs> あの私はね、村上義樹をこう思い浮かべると。 ま世相世代の違いっていうところでどうしても目が行ってしまうんですね、うん。え村町体制の中における秩序。えその中で名門と言われる家に生まれた人が乱世の中でどう生きるべきかを考えた。まあ戦国時代というのは下国状ですからね。下の方からえ突き上げられるエネルギーに対して、それに順応しようとする人もあれば抵抗しようとする人もある。 村上義とというう人は抑え込もうとしたわけですねで自分の流儀で今までどおりのやり方でその地方そのものを支配していこうと考えたまあ義足は答えにないわけですけれども人数、えー、の人物だと思いますね。そうですね やっぱりあの村上義清というとあの武田信玄を2度も破った、うん、というところが結構キャッチーなねことだと思うんですけれどもやっぱりそれだけ何といってもこう戦に強い人物だったというのは間違いないなですか、うんはい、あの戦に強かったということは間違いないんですけれどもまだ武田信玄が本来伝えられる実力を発揮する少し前の話ですからね。 えー、家足を継いでまだ、えー、全部がその信玄にあのなんて言いますか陥伏しているわけではない、えー、抵抗したり反対、えー、する人もいる中でそれをさこれからどうやっていこうかという時に出会ったのが宿敵の村上義清ですからねちょっと信玄、えー、からすると早いような出てくるのかという <laughs> そういうふうに思ったかもしれませんねそうですかだからまあ本当にもう戦国最強じゃないかって言われるような信玄 と戦ったわけではなく、うん、まだちょっとこう立場も盤弱ではなかった頃の信玄、はい。で信玄はあまあ村上から。いいい 吉シさんから見ますとちょうど20ほど離れてるわけですね、うん、親子ぐらい違いますね、はい、でまあ、してねそのシン,ンという人は史実の中ではあのウイジンも結構遅いんですね、はい、どちらかというと文弱に流れてあの友達とお酒飲みながら徹夜で歌歌ってるそういうような感じの人でしたからね <laughs> 結構フラフラしてた感じなんですね、うん、だからそのね正真正銘のその 無人というものと戦った時にね、さあどこまで力が発揮できたのかなという気がしますね。うん、逆にだからそこからこう追い上げて追い上げて最終的には村上義樹をこう追いやるまでになるっていう、うん、なんかその信玄の成長みたいなものも、うん、義樹を通してこう感じますね。そうなんですね。 で村上義雄のもしかしたら最大の役割は信玄というものが戦国武将として確立されたということだと思うあ<ー>かもしれませんね。うん、ちょっとこうなんて皮肉な話ではありますけどね。うん、あの村上義雄が、えー、武田の幹部2人を倒したそのことによって自立することができるようになって信玄を初めて戦国最強と言われるようになっていくわけですよね。うん、だからあの歴史を見てますと 必ずしも不幸がそのまま不幸のまま終わらず、えー、わ災わわいが幸いに転ずるとか、まあ、逆に幸いしたことが逆転して災いになることもあるわけですけども、えー、それがまた歴史の妙味といいますか面白いところだと思いますね。そうで,すよねでも確かに2度 戦でにに勝勝っっているにもかかかわらず勝ちきれなかった、うん、ある意味信玄をこう潰しきれなかったというところにまたこの「義清らしさ」みたいなものもあるのかな、うんありね、という気がしますね。よく「三度目の正直」と言います一方で「二度あることは三度ある」という <laughs> さあどっちだという時に義清はやっぱ潰し損ねたな、うん、でまあ彼についていった人たちも二度やっても「まあ信玄潰せんか」と。 いいうところであるいは見切りをつけられれたかもしれませんね,ね非常に難しい局面だったと思いますね。うん、で最終的には越後に、まあ、落ち延びたといいますかあの上杉謙信にかくまってもらったっていうところですけれども、うん、だから本当にこうなんか戦国時代のこう二大スターを、うん、の関わりを持っていたんだなっていうのもちょっと驚きました、うん、あのここも信玄にとっては皮肉なんですけれどもまあ義清のおかげで自立することができた。 思ったらその吉木さんがですね負けて越後へ行ってしまうわけですねそうすると最強というまた違う立場でのひらめくタイプのですね上杉謙信と戦わなければならなくなるわけですねだから吉木が北へ行かなかったら5度に渡る川中島というのはなかったわけですよね、うん、これまた運命の分かれ道でしたね,ねだから川中島の戦いのきっかけを作ったのが村上吉木雄ということなんですよね、うん すすごいですよつくづくその村上義清っていう人自体はそこまで有名じゃないんですけど、うん、なんかこう歴史の、ね、大舞台みたいなものの必ずその影にいいる人うもう一つさらに足しますと、えー、後に活躍する真田三代 これがその歴史の表舞台に登場するのも村上義清のおかげだとも言えるんですね。そうです、えー。あのーえー、一つの城をめぐって戦うわけですけれども、えー、一旦は義清が勝ったわけですけれども、真田の初代雪面、えー、があのー、逆転勝ちをする。それによってそれに認められて武田家の中で真田がその発言力を持つようになるわけですね。だからそういうところも含めて義清という人は実にやっぱ。 面白いといとうかユニークな存在だと思いますねなんか戦国時代のスターをなんか作っていた人みたいな, <laughs> なんか皮肉ですけどなんかそういう感じもしますよね、うん、なんかその歴史をつなぐ接点にいて,いてそれなりの役割はしてるんだけれども貧乏神を引いて後世はあまり覚えてくれないという。 本人にとってはちょっと損かもしれませんけれども歴史的には非常に大切な人ですね,そうですね先生から見て視聴者の皆さんに吉木雄のこんなところを一番見てほしいっていう見どころはどこでしょう、うんはい、私は何よりもやっぱり世代なんですね武田信玄のお父さんの信虎ちょうどその義木と同じ世代になるんですけども室町時代の名門として下国城を迎えたさあどうあるべきかという時に自分たちの今まで生きてきた まあ、生き方をですね、えー、肯定しようとするわけですね。そして、戦うという姿は、えー、なんか現代の、まあ、この令和に生きてる。私ども昭和の人間と、長、えー、西さんのような、新しい平,平成の人たちの。まあ、人間関係を考える上でも、参考になるような気がしますね。そうですか。その、なんか、ね、時代の変わり目、世代の違いっていうところで。うん、あ、なんか、こういう、ね、人間関係の、こう、なんて言うんでしょう、こう、ずれだったりとか。うん あるいは何かそういう過程を吉 o 雄 h i は、ね、見せてくれている気がしますね,そうですねあの。あくまでも自分の生き方にこだわるのか時代の流れ転換に合わせて、えー、次の時代を考えるのか、えー、いつの時代も難しい問題なんですけれどもどちらが正しいとも言えないんですけれども、えー、村上吉清という人はあくまで今までの自分の生き方 伝統ある自分の家の今までのあり方を大、大切にした。そういう気がしますね。そうですねはい、あ、えー、ここで予告 V. T. R. が出来上がっているので、ご覧ください。北進のいう村上義清。信玄との戦いに二度も勝った男の実像とは。情報を分析して、なおかつ、その常に勝てる手を用意しているわけですね。もう、合戦に名を借りた暗殺なんですよ。 日本の歴史を変えた偉人の真の姿を現代の世に映し出す。偉人素顔の履歴書村上義清は12月3日土曜日夜8時放送です。偉人素顔の履歴書村上義清編は土曜夜8時から BS11 で放送です。ぜひご覧ください。さあ偉人こぼれ話ではさまざまな質問疑問に先生にズバリ答えていただいています。えー、題して 教えて学先生のお時間です、えー。今日はですね、私からちょっと二つ、はい、村上義清関係の<う>、えー、質問をさせていただこうかなと思います。はい、ではまずこちらの質問です。はい、村上義清は最終的に北摂の領主から上杉家の家臣になるということなんですけれども、これに対して反発する義清の家臣というのはいなかったのかなというのをちょっと思いまああなるほどね。まあ下国城の時ですからね。うん おそらく村上義清が上杉謙信を頼った時についていった人たちは公認しているわけですね、うん、肯定しているそれができなかった人は残って 逆に言いますと武田の方についていったと考えられますね。ああ武田方に行った革新たちも、はい、で村上義清は何もその負けたから上杉のところに逃げ込んだわけじゃないんですね。はい、上杉謙信の力を使って反撃に転じたいとうん、うん、戦うあくまでも戦うつもりで彼はいたわけですから。ああ えー、そういう意味で言うと、まあ、戦ってくれるんだから、まあ、家臣としてあるいは支持者としてです、ね、ついていこうと思った人も多かったと思いますねあなるほどだからついていったという時点でも、うん、村上義雄のやり方に賛同した部下たちということですね。 たということは年齢層でいうとどちらかというとこうベテランになるような人、うん、あの高いあるいはそういう考え方伝統的なものの考え方の好きな人はついていったと思いますね。とじゃ逆にこういや時代は下克上だって思うような,、うん、なんかそういう人たちはむしろ武田方にこうついていった。はい、あの現金という言葉がありますけれどももともとサラダの方で買収したわけですからそういうのに乗る人たちということはやはり下克上に 非常にまあ積極的に何て言いますか身を乗せていこうと考えた人たちであるということを言えると思いますね。そこもなんかこう運命の分かれ道なのかなという気がします,、ねますねえー。どっちへ行ったからということはないんですけれども、だいたい旧式の方に行ってしまうと歴史的に見た場合は負ける可能性が多いですね。弓矢よりもやっぱ鉄砲だろうということですね。 なんかこう精神的にはなんかその方がこうなんか美しいのかなって昔からのやり方を大切に大事なものを守ってるっていう感じがいいなっていう気持ちはありますけどでもやっぱり新ししいもももの、うん、やっっぱどうしても時代はそっちに流れますもんね、うん、ここが難しいところで「不益流行」という言葉を松尾芭蕉はよく使ったんですけれども世の中には変えてはいけない原理原則と変えていかなければいけないその現象というものがあると。 さあ、それをどういうふうに捉えるかは人それぞれですからね。こだわりというのは皆さんそれぞれにあると思うんですけれども、何にこだわるか、えそれを考えることによって時代のまあ向き合い方が変わってくると思いますね。すね。はい、ありがとうございます。ではえー、っともう一問質問させていただきます。はいえー、村上義清は優れた戦術を 繰り出していますけれどもなんかこう軍師に当たるようなブレーンみたいな人はいたのかなというのをちょっと気になりました、うん、それはね逆に思うんですけどねもしあれほど強い村上義教に、えー、軍師に相当する人間がさらに加わったら、えー、武田信玄の命はなかったような気がしますね。あそうですかということはいなかったって、うん、ことですか、ねはいあのー、村上義教という人は一人で物事の解決のできる人であってあ<ー>タイプから言うと上杉謙信に近い部分があるわけですね。 上杉謙信に、えー、軍師はあんまりそのその、えー、どうでしょう似つかわしくなないような感じがすするんですねもうどっちかというと自らがひらめくっっ、はい、でそのパッと動くというところに彼の強さがあるわけですけれども、うんえー、軍師がそれに対していちいち同じレベルで助言できたかと考えてみるとちょっとそう,そういうひらめき型天才型の人ってやっぱりこう周りで結構ついていくの大変みたいなことありますもんね。うんはい だから、まあ、ひらめき型の人間にもし軍師が必要とするならばそのひらめいたことを一般の人間に分かるように変わって説明してくれる人あ<ー>そういう人がいたらありがたいでしょうね。相当だからこう なんて、あの相手を理解できる、うん、理解し合えるような関係の人じゃないと厳しいですよ、ねはい。です上杉謙信はそういう人がいなかったんですが、その後継者である景勝には。直江兼ぐという人がいましたね。うん、はい。そういう関係者が欲しかったと思いますね。すね確かに、そういう人が、もう冷静にこう吉清のことを見てあげられる人がいたら、確かに。 信玄に負けることはなかったかもしれないですね、うん、あの負けてはいないんですけどもとどめをさしたかったわけですね,そ,ですねそれが一つ足らなかったところで二回まで勝ったにもかかわらず、うん、逆転されてしまった、うんえー、実に難しいところですねわか,かりましたありがとうございますさあでは続いては歴史全体に関する質問が届いておりますのでご紹介しますえ東京都にお住まいのペンネームアーサー平井さんからいただきました、うん、ありがとうございます 時代劇を見ていると地公よれと殿様が言うシーンがあります <laughs> 本当に近くに寄る時もあればほんの少しだけ近くに寄る時もあります親、うん、密に話をしたいという意味だとは思うんですが昔はあのようなことが本当にあったのでしょうか、うん、それともドラマ上の演出でしょうかというご質問ですはい。身分制の時代というのは形を変えて言いますと、えー、ルールの非常に細かく決まった時代でもあるわけですねはい。 えー、権威をつけなきゃいけない、えー、階級や身分そういうものに全部にあの断りがあるわけですね。よく時代劇を見てますとそのさんがいて、えー、その新参者があの控えていると遅刻をよれてこういうわけですね。ありますよね。うん。あれ面白いんですけどね。映画とあの、えー、テレビの時代劇を見比べてみるとあの映画の方のセットの方が広いんですね。<ー>広場がだいたい大きいわけですね。はい。 で距離ということでいうと殿さんとその、えー、地区をよれと言われる相手の距離というのは非常に遠いわけです。はい、であれを直接言うことはありえないわけでまず殿さんは自分の近くにいる過労クラスの人間にそのことを言うわけですね、うん、地区をよれと。 だその過労が伝達してまた自分の家臣にさらに身分の低い人間に恵後をよれてる、<laughs> それを伝達していって一番その新残のところに近い人間が恵、え、後、ーはい、をよれとおっしゃっているとこういうふうに言われる、ね。<laughs> ああ面倒くさいなっていう感じですよね。あの封建制の時代っていうのはそういう面倒くさいことを重ねるところに意義を持っているわけですね。だからといってですね、じゃあそのまま立ち上がってそば寄れるかってうとそうじゃない。<laughs> あの恐れ多くて 動けませんという動作をしないといけないけ。<ー>これが礼法なんですね。はあえー、キラコウズケロスケのところにもそういう礼法が伝わってるわけですけれども、小笠原流をはじめいろんなところでその知行よれと言われてはいといわければないわけですね。すねまずあの杞人に対して即答はできませんので、はあ、で何をするにしても一番近い人間にボソッと言わなきゃいけないわけですね。じゃあ知行よれってこう伝達された人はまずは まず礼をして、はい、そしてえ近づく素振りをすするわけです、はあ、しかし恐れ多くてバリアのようにですね弾かれて前へ行けませせんというのを演出せなかったわけです <laughs> そんな小芝居までしないといけない,ですかい,けない。でその様を見せてあの、えー、前へ出れませんという話を横の人間にするわけです、はあ、だからそれがまた伝達して上がってくるわけですね。<laughs> でトムさんがそう言わず、ね「地獄をよれ」とこういう。 で言われたらこの順番にまた戻ってくるわけですね。<laughs> 殿があーおっしちゃってると <laughs>、えー、で、えー、前へ少し前へ出ようって言ったら、ほんのあの膝で歩きながら一歩か二歩前出るわけです、えー。でそこでも遅行よりなるんですあ。あもうそれだけでも遅行だった、はい。あのなんて言いますか権力のある人間もそうですけれども、あの権威ある人間は一般の人間とのその距離の中で身分が決まるわけですね。 したがって、そのすぐ相手に相手がすッと来れるようなところにいないわけですね。そもそもあの安全ということも含めてですね、えー、すぐにその相手が寄れないところにいる。そういう偉い人に対しては、そもそも遠い距離から出ないと話せない。もちろん、場合によっては聞声が聞こえない場合もあるわけですね。遠すぎて、そういう時は横の人間にまず言うわけです。 なんかもう時間がかかってしょうがないですね。ね<え><で>だからね、時代劇では全部そこがカットされてるわけですね。でも地れで、遅行よりで進む。すははーっと言ってちょっ,ちょっと前になるわけですね。<laughs> なるほど。あの,なんての、時代劇、もそうですけれども、大体決まった時間に終わりますから。<laughs> 終わってもらうより、出来上がってるわけですから。<laughs> ね、か実際、もっともっと、こう時間がかかってるような、はいじ。実に、時間のかかる、<laughs> あの、まどろっこしいことをやってるわけです、ね。そうだったんですね。いました。ありがとうございます。はい 各先生の質問は BS11 の番組ホームページから投稿していただけます皆様からのご質問お待ちしておりますそして偉人素顔の履歴書は毎週土曜夜8時全国無料放送の BS11 で放送中です放送では素敵なプレゼントが当たるチャンスもありますのでぜひチェックしてくださいそして YouTube でお楽しみいただける偉人こぼれ話も合わせてご覧ください毎週火曜日配信です それではぜひ高評価とチャンネル登録もお願いしますでは先生また次回お会いしましょう、はい